皆さんこんにちは。本日は数ある企業の中から株式会社富士テクニカルリサーチに興味を持ってくださいまして誠にありがとうございます。ここからは富士テクニカルリサーチの会社案内をさせていただきます。私竹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。株式会社富士テクニカルリサーチ、こちらはこれからは略称としまして FTR と呼ばせていただきます。さあ、私たちの周りでは日々ものづくり技術の進化によりまして安心安全でかつ快適な社会環境が実現しております。 FTR では独自の視点で生み出した最先端の技術力と開発力を提供し続けており、これがまさしく FTR の経営理念に表れているんです。こちら、ものづくり企業の最良パートナーを目指すことによってデジタルエンジニアリングの最先端技術を提供し、健全でかつ付加価値の高いものづくりで社会の発展に貢献する、まあ、このことが FTR のあるべき使命と考えております。それでは FTR の事業拠点をご紹介してまいりましょう。本社はこちらです。横浜のみなとみらい、こちらに本社がございます。そして横浜にはもう2カ所フューチャーイノベーションセンターと馬車道テクニカルセンターがございます。こちらの2カ所では解析業務や実験計測、そして自動運転などのシステム開発業務を行っております。さらに顧客企業に密着した業務を提供できるテクニカルセンターを全国に4カ所開設しております。宇都宮テクニカルセンター、トヨタテクニカルセンター、名古屋テクニカルセンター、そして神戸テクニカルセンターです。まずは宇都宮テクニカルセンター、こちらは本田技研工業様、スバル様など、トヨタテクニカルセンターではトヨタ自動車様など、名古屋神戸テクニカルセンター、こちらでは三菱重工業様、川崎重工業様など、顧客企業の要望やニーズに迅速に応えて稼働しております。まあ、このように国内の主要な基幹産業の主な地域に展開している事業所ネットワークは FTR の強みと言えるのではないでしょうか。さあ、それではこの業績はどのような取引先と業界分野で生み出されているんでしょうか。見ていきましょう。円グラフに表しました業界別売上比率です。やはり自動車業界が全体の 60% を占めていますね。こちらは、主な顧客企業、トヨタ自動車、ホンダ技研工業、日産自動車、いすゞ自動車、マツダ、スズキ、スバル、ダイハツ工業、日野自動車、トヨタ車体、愛信製機、デンソーなどが主な顧客企業となっております。続いて重工業分野が 20% を占めています。三菱重工業、日立製作所、川崎重工業、東芝などとなっております。続いてプラント分野が 10% を占めております。 JFE スチール、旭化成、日本製鉄、日機などとなっております。続いて 7% を占めるのが建設業界です。清水建設、大林組、鹿島建設、そして大成建設などが主な顧客企業となっております。その他の分野 3% ございます。こちらは JR 東日本、 JR 東海、キャノン、ニコン、リコー、京セラ、村田製作所、そしてネクスコ東日本など、まあ、こういった、各顧客企業様がいらっしゃるということになっております。まあ、このように FTR は日本の、まあ、主な産業の企業パートナーとしまして実績を積み重ねているんです。さあ、前の取引先業界比率をご覧いただきましたように FTR の事業戦略は業界を限定することなく全てのものづくり業界に参入していくことなんです。FTR の技術、そしてソフトウェアは航空宇宙、自動車、エネルギー、光学機器、機械、家電、半導体、鉄道、食品、医療、土木、建設など、まあ、幅広い分野で活躍をしているんです。
このような産業界では製品設計から製造に至るまで様々な技術的な課題が山積しております。例えば生産コストの削減ですとか、品質の向上、性能の向上、また製造工程の短縮など、改善しなくてはならないテーマは尽きることがございません。 FTR はこのような課題解決のため2種類の事業でお客様のサポートをさせていただいているんです。さあ、それではこれから FTR の具体的な業務内容を説明してまいりましょう。2つございますね。まず1つ目、 E&S 事業、エンジニアリング&ソリューション、製品開発コンサルティングです。続きまして P&M 事業、プロダクト&マシナリー、自社ブランドの製品開発と、2つの事業に分かれております。まずはこちらから見ていきましょう。 E&S 事業、エンジニアリング&ソリューションです。まあ、この事業は世界の最先端技術を活用したエンジニアリング業務で、2つ、 CAE 解析と実験計測、この2つに分かれております。まずはこちらの CAE 解析からご説明してまいりましょう。 CAE とはコンピューターエイデッドエンジニアリングの略称で、実際のテストや実験の代わりにコンピューターの上でシミュレーションしまして分析する技術のことなんです。こちら上が流体解析、空気の流れを評価した流体解析、続いてこちらが自動車の衝突解析の映像ということになっております。まずこちらの流体解析では、走行中の車体を取り巻く空気の流れや、このタイヤのあたり、ご覧いただいて分かるように空気の、ね、流れがブルーの色やいろんな色で現れているんですけれども、まあ、こういった空気の流れを解析しまして、車体形状や、足回りの快適な結果を求めていきます。続きましてこちら衝突解析です。自動車にはそもそも衝突時の性能としまして2つの点が求められているんです。車の中にいる人の保護、そして歩行者の保護の2つです。車体が柔らかすぎると車の中にいる人の保護ができず、また硬すぎると歩いている人に対する衝撃が強くなってしまうんですね。外部の衝撃を吸収しつつ、かつ車内空間も保護できるような構造や材料、材質が検討されるんですけれども、条件を変えて実物を使って衝撃実験というのをするのは非常に時間とコストがかかりますよね。そこでこのような CAE 解析が活用されているんです。これ以外でも自動車では人体モデルを組み込んだ解析も行われます。さあ、続きましてこちら実験計測です。実験計測では熱や歪みを計測する業務をご紹介してまいりましょう。この計測業務は FTR が開発しました光ファイバーセンシングシステム FBI ゲージを使用します。髪の毛ほどの細い光ファイバーを対象物に貼り付けて温度と歪みの分布を計測していきます。この計測システムでは最小1ミリ以下のピッチで最長50メートルまでの歪みと温度を計測することができるんです。自動車の製造におきまして、ボディのねじり試験だったり、アウターパネルの剛性試験、またラジエーターの温度分布計測や排気系温度分布計測、またリーフスプリングの車載歪み計測など、こういったことに、活用されるということなんですけれども、点から面の計測まで広範囲に計測を行うことができるんです。実はこのシステム、日本国内すべての自動車メーカーで活用されているんですね。それが FBI ゲージ、採用されているんです。さあ、続きましてもう一つの事業を説明してまいりましょう。こちらです。 P&M 事業、プロダクト&マシナリー事業の略です。自社ブランド製品の開発とありますけれども、こちらはソフトウェアの開発販売と世界の最先端計測器の輸入商社としての2つの面を持ち合わせた事業となります。既存のソフトウェアで対応困難な問題や
新たに発生した課題に対しまして、これらを解決するためのソフトウェア開発や各種カスタマイズを行い、顧客のニーズに応えているんです。さあ、この事業では大きく分けて4つあります。まず1つ目、ソフトウェアの開発と販売、計測システムの開発と販売、さらにメカトロニクス&計測システムの開発と販売、おしまいに IoT、AI、自動運転とあります。まずはソフトウェアの開発販売から見ていきましょう。 FTR で開発販売しております Galaxy i というソフトウェアをご紹介します。今までのハンドメジャー、いわゆる手で計測していたことに代わる3次元レーザースキャナー、こちら中央の装置ですが、こちらを用いまして計測した数十億の大規模な点群データを使って、さまざまなシミュレーションや 3D CAD 化ができるのがこの Galaxy i の大きな特徴です。今まで現場の作業員がコツコツと人力で行っていた作業を事務所にいながら机上で処理できる非常に優れたものなんですね。さあ、続いてこちらの映像をご覧いただけますでしょうか。こちら何の映像か分かりますか。こちらはヨーロッパのお城の映像なんですけれども、普通のビデオカメラで撮影したように見えるんですが、実はこちら膨大な点の集まりなんですね。点のデータを使って構成されている映像なんです。今までの人間での手作業では非常に時間がかかりました。またミスや漏れなんかもあったと思います。ただこの手法を使いますと正確な測定が可能で、また効率的に行えるので、こういった歴史的な建造物や史跡、こういったものを記録するなどの用途、また設計図が残っていないようなプラントや工場の三次元図面化、さらには自然災害での被災地の計測や交通事故などの検証に現場を計測するなど、さまざまなビジネスシーンで活用の場が広がっているんです。さあ、続きまして計測システムの開発と販売見てまいりましょう。 FTR のポータブル型3次元計測機、こちら F6 スマートです。こちらは軽量で持ち運びも楽なポータブルタイプの計測機なんです。計測距離が最大4メートルと非常に大きいのが特徴でして、広範囲をスピーディーに計測し、瞬時に3次元データを生成します。また計測しにくい細部までも計測することが可能です。さあ、それでは実際の映像をご覧いただきましょう。こちら FTR の駐車場を計測した例なんですけれども、実際に計測している映像、そしてそのデータが映し出されています。瞬時に映し出されているのがわかると思います。このように計測データをリアルタイムに反映できる優れた計測機なんです。さらに収集したデータを処理するソフトウェアが優れていることも FTR の強みと言えますね。計測された点群は 3D 表示するだけではなく、寸法の測定やモデリングなどに活用することができます。また測定した点をつなぎ合わせて写真のデータを貼り付けたテクスチャー処理ということを施すことによって、よりリアルに表示することができるんですね。さあ、続きましてこちらです。メカトロニクス&計測システムの開発と販売、こちらについてご説明してまいります。さあ、こちらなんですが、こちらは隙間や段差を計測する FTR のその名もギャップガン、ギャップガンをロボットアームに取り付けて計測をしている動画です。この計測装置、人が手に持って計測することも可能なんですが、このようにロボットアームに組み込んで計測ができるように、そういった改良も FTR で行っているんです。そうすることによって計測の自動化や精度の向上、また検査時間の削減に役立っております。
さあ最後に IoT、AI、自動運転、これについてご説明してまいります。最近では主要な自動車メーカーが自動運転システムを搭載した車両のニュース、まあ、こういったことを皆さんも見聞きすることが多いかと思います。さまざまなセンサーやカメラなどを搭載した車両が開発されているんです。 FTR でも人に優しい社会環境の実現に向けて最新のセンシング技術や 3D カメラの活用などにより自動運転システムの開発に取り組んでおります。 FTR では他社でよく見かけます自動車ではなくてこういった車椅子の自立移動システムの開発を行っているんです。こちらが実際に車椅子が動いている動画、そしてこちらの下の映像ですけれども、こちらは2次元センサーと3次元センサーが取得しているデータの様子です。こちらの白いラインが2次元センサーで取得しているデータなんですけれども、車椅子が動きながら室内の壁の位置を計測しております。あらかじめ部屋の設計データを入力しておくことで、車椅子は動きながら二次元センサーで取得したデータと設計データを比較しまして、自分が今どこにいるかを把握して移動のルートを決めていっているんです。まあ、こういった製品やサービスをより多くの企業の方々に知ってもらうために、FTR では日本各地の都市で開催されます展示会に出展をしております。毎月1回から2回とさまざまな産業展示会で、ものづくり産業からのお客様に FTR の製品、サービス、コンテンツを披露しております。またこの展示会で関心を持っていただいたり、ご理解をいただきまして販売につなげているんです。さあ続きまして、こういったセミナーも開催しているんですね。顧客企業へのアフターフォローとしまして、毎年 1、2回 FTR 最先端センシングテクノロジーセミナーを横浜ベイホテル東急で行っております。こちらのセミナーでは最先端技術で活躍する著名な先生方の基調講演や、既存のお客様向けに FTR の新しいソリューションや新機能の追加、また事例の発表を行っております。直近の開催の様子なんですけれども、400人以上の方々にご参加をいただきました。さあここからはガラッと変わりまして、皆さんがもしかしたら一番気になっているかもしれません、社内の雰囲気についてちょっとご覧いただきたいと思います。さあこちらは2016年の新入社員の皆さんです。笑顔で写真に写っていますね。こちら撮影された場所は本社がありますみなとみらい、そちらの本社の受付の前で写真撮影されたんですけれども、新入社員の方々毎年だいたい10人から20人程度の採用があるということなんです。続きまして、こちらは皆さんの先輩になるかもしれません、営業部の先輩です。可愛らしい笑顔ですね。こういったオフィスで皆さんお仕事をされております。こちらも社内の様子なんですけれども、新入社員の皆さん研修の後は先輩社員が手取り足取り教えてくださいます。分かりやすく丁寧に一人一人教えてくださるそうです。こちらは2018年度の入社式の様子、4月1日に行われました。真ん中に写っているのが名取社長です。皆さんこの機会に覚えて帰ってください、名取社長。まあ、このように、入社式、例年ですと4月1日に行われまして、まあ、大体10人から20人程度の採用があるということです。そして入社式の翌日からは2泊3日の研修合宿が行われます。何が行われるかと言いますと、社会人の心構え、さらにはビジネスマナーやグループごとに分かれての課題実習などを行うということです。皆さん名刺の渡し方なんかも勉強しております。さあそしてその研修の初日の夜には皆さんで親睦会も行われます。役員の方々も参加しまして、お酒なんかもね飲みながら皆さんで語り合うということになっております。その後一定の技術教育を経まして、仮配属ということになっていくそうです。
さあ4月末には新入社員の歓迎会行われます。4月末ということでおよそ1ヶ月が過ぎようとしているわけなんですが、皆さんね、ようやく緊張もほぐれてきているかな。この時に同時に社員の方々の勤続表彰も行われます。さあそして社員旅行やレクリエーションも行われます。社員旅行では職場対抗隠し芸大会などで大いに盛り上がります。レクリエーションはフットサル、テニス、ソフトボール、卓球、散策などから選択をしまして、普段の運動不足の解消とリフレッシュ、また社員同士の親睦を図っていきます。 FTR では福利厚生施設も充実しているんです。3カ所ございます。熱海の保養所、そして熱海伊豆山の保養所、さらには長野の蓼科、この3カ所に保養所がありまして、社員であれば誰でも利用することができるんです。こちらは熱海の保養所からの景色、綺麗ですね。目の前に海が広がっています。さあそしてこちらは社長がサンタさんに扮しておりますけれどもね、こちらはクリスマス会の様子ですかね。熱海の保養所で行われました管理部のメンバーが写っております。熱海は花火大会なんかも行われますからね、一度行ってみてはいかがでしょうか。さあこちらは熱海伊豆山の保養所からの景色、こちらは熱海市内の中でも標高の高い位置にありますので、相模湾、さらには伊豆半島が一望できる、この絶景が見られるそうです。さあそしてこちらが室内になりますけれども、シャンデリアがあったり、綺麗に整えられておりますリビングダイニング、こちらで快適に過ごしていただけるでしょう。次は長野の蓼科の保養所です。こちらは一点変わりまして、ウッディな感じですね。薪ストーブもあって、冬にでも快適に過ごしていただくことができると思います。こちらは社長と、他の、ね、方々のバーベキューで盛り上がっている様子なんですけれども、長野ですから夏は涼しく快適で屋外でバーベキューを楽しんでいただくこともできます。ですので皆様、入社後に家族や同僚と週末に利用してみてはいかがでしょうか。さて FTR では CSR 活動にも積極的です。2011年東日本大震災の際には3回、炊き出し支援にも伺っております。さて最後になりましたけれども、募集要項です。採用人数は10名以上、採用職種は技術職と営業職の2つになっております。詳細などはホームページをご覧いただきますようにお願いをいたします。さて皆様、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。富士テクニカルリサーチについて会社の一端をご説明してまいりましたけれども、皆様ご理解いただけましたでしょうか。楽しい会社です。少しでもご興味いただけましたら、随時募集は行っておりますので、皆様のたくさんのご応募お待ちしております。